ちは、しんのじチャンネルしんです。いやー、秋晴れのね、いい日ですよ。気持ちいい。まあ、そんな日はね、やっぱり能登島を走ろうかななんて、まあこうやってね、今から能登島大橋をこうやって渡り始めます。はい、いや気持ちいいな、能登島大橋。向こうの方にはね、ツインブリッジも見えますね。いや本当に気持ちいい、最高です。でこの能登島大橋を、まあ、渡る旅に思うんですけれども、まあ、いろいろとこうね、他の橋を渡る動画なんかをね、まあ、ツーリング先でのこの橋を渡る動画、であるいはこう地元紹介ということで、まあ、橋をね紹介する動画上がってるのをこう見てるとね、やっぱりこうサメの背びれみたいなの見えた、なんだあれは、違和感。まあそういう動画を見てると、やっぱりね、こう地元には、私の地元には能登島大橋があるよ、ツインブリッジもあるよということで、まあ、こうやって気軽に家からね、まあ、10分そこそこで、まあ、来れる、そういうシチュエーションのいい、能登島大橋近くに住んでる私にとってね、いろんなそのツーリング先での動画を見てると、今日はね、能登島大橋を渡りたいなという気持ちになりまして、それで今回渡ってみました。久しぶりにこう天気のいい日に能登島大橋を渡りますと、やっぱりその海の青さ、そして空の青さ、特にこの、秋口を迎えまして、この雲のね、雲とその青空の白、これのコントラストっていうかバランスが非常に良くてね、すごい開放感があって、まあ、とても、まあ、正面見てるだけでも気持ちのいい、まあ、素晴らしい景色をね、堪能することができる、それが能登島大橋です。で、今日は午後になってから、こうやって出かけてきている関係で、バイクに乗れる時間っていうとね、帰ってから軽く、まあ、掃除をするっていうのもあって、あんまり長くはね走れないんですけれども、能登島をねぐるっとこう散策して戻りたいかなというふうに思います。はい、でこの、まあ、あんまり遅くまでっていうのもね、実はこう9月入ってきますと、この今日ですね、今日から約1週間前くらいから、まあ、台風の方が、まあ、2、3個、近づいてきてね、まあ、石川県地方には被害はなかったんですけれども、その台風が抜けてからですね、朝晩が急に涼しくなってね、こうやって今日中こうやって走っていても、風自体はね、もう秋の風っていう、そういう雰囲気、ガラッとこう今まで猛暑続きだった日からもう変わりましたね。非常にワイドでこう日中一日で一番気温が高い、こういった1時から3時までの間、まあこういう時間帯に走っていてもとても風が涼しい、そんな感じです。まあ、よく小さい頃に言われ、親からまあよく言われたのは、まあ、台風は夏の台風行ったらもう一気に秋が来るよなんて、ことを、ね、よく聞かされてましたけれども、まさにそんな感じです。あれほど今年はね、記録的な猛暑とこういうふうに言われた、まあ、そういう年でありながらも、こうやって9月入ってきますとね、涼しさを感じる、
そしてこれから楽しみである紅葉のシーズン、これを迎えているということで、非常にこれまた楽しみな季節がやってまいりました。いや、今年の夏はね、本当に暑かった、暑かったってバイク乗ってないですけどね、なんでこう、これからね、晴れたら毎週、バイクに乗ってこう少しずつ近づきつつある秋をね、感じながら楽しんでいきたいかなというふうに思っております。まあ、もちろん秋となるとね、食欲の秋とも言われ、もう秋の味覚も、ありますし、こうやってね、栗も落ち始めております。はい、そういう地方です。そしてだんだんこう海水温がね、低くなってきますと、魚たちは、こう脂肪分をね、体に蓄え、脂の乗った美味しいお魚がね、楽しめる、そういうような季節もね、少しずつまたやってくるという、そんな感じです。戸島の海はやっぱりいいなぁ。あ、駐車場できてる。わぁ、綺麗ですね、今日海の色が。今日は綺麗なんで、ちょっと海沿い中心にね、走ろうかなというふうに思います。とりあえず喉が渇いたので、道の駅の方の自販機で飲み物休憩をとって、そして能登島、ここをね、楽しんでいきたいかなというふうに思います。すんげー綺麗。あ、いい感じだ。こちらのサルスベリの木がね、花を咲かせて、まだ秋の、余韻というような、そういう感じをね、醸し出しておりますけれども、あと場所によってはもうコスモスなんかもね、咲いてる場所もね、ちらっとあったりもして、あと1ヶ月ぐらい、1ヶ月弱ぐらいで、コスモスがね、至る所で見られるというような、そんな時期になってきます。いよいよバイクでもね、本当にベストシーズン、春、秋のね、このベストシーズン、近づいていて、皆さんね、本当にこの夏の暑さ、私のようにバイクを休んでいた方、あるいはこう暑くてもね、どうしてもバイク乗りたいからバイク楽しんだ方、お盆休みの長期休暇を利用して、長距離ツーリングを楽しまれた方、いろいろなそのバイクでね、遊ばれた方、いよいよこの本当にどこ走っても快適で涼しいみたいな、そういう季節がね、やってきましたので、皆さん楽しみにされていらっしゃるというふうに思います。秋になると夏の、集中豪雨っていうかね、ピンポイントで雨が降る、そういうような、急に天候が変わる、その場所だけ変わるというような、そういうような季節もね、これからなくなってきまして、秋晴れの日はね、本当に穏やかな天候も、そんなに急に崩れるっていうこともね、心配しなくていいような季節になりますし、本当にいい季節がね、これからやってこようと皆さんすごく楽しみにされてるんじゃないかなというふうに思います。できればね、こうやって能登の方、そしてこの七尾、能登島、この辺りをね、楽しんでいただけたら嬉しいんだけどな。ぜひ見てください。能登島おすすめですよ。夏の雲だね。最近その動画でね、こういった綺麗な雲、
それを取れてる日っていうのはね少なかったので、今日はいい日に来たな。まあ言っても午前中降ってましたけど、まあ気温高いんでもうすっかりねこうやって道はもう路肩にも、水たまりがないぐらい、乾いておりますので、午後からこうやってね快適に走れるという、まあそんな感じです。本当にこれからの季節、能登島あるいは能登半島、お越しいただければ、まあ雄大な景色、素晴らしい景色をね、楽しみながらツーリングできますので、ぜひとも能登にいらっしゃってはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。新町チャンネル新でした。バイバイ。